おお、なんか知ってるね。私の子供の行動中なんですけど、私の町らの方だから。そうなんですか。わかりやすい。歩いてきたの？いや、ほら、ホースで来たの。ほら、いいね。そうでも、キッチンの間下通ってるからね。ありがとうね。いえいえいえ。せっかく町に出てきてくださいね。また元気になると思って。なあ、その件は今日買い物してたの？それからもう昨日はまあ先に買い物してもう待ったわけだ。よし。いやいや無駄、いやいや、せっかくだから無駄にしないで参加した方が。いやでもさっきこうガーッとねいっぱいだった。ちょこっと休憩所。今日はここじゃないんだ、うん、ここで。そうだね、まあ立ててるでは立ててるけど、うん、まあね。おお。私たちがちょうど来たら。ダタティレって歌わなくてもいいのここで。ちょうどいいくらいに音楽が変わりました。こんにちは。曇った。曇りガラスを手で拭いて、あなた。お、面白いねこれ抽選機。ちょっと持って、ちょっと持って、メガネ拭くから。これこれ、お姉ちゃんこれ持って。映しちゃうから。ひな、どうぞ。はい。残念でした。はい、こっち、いいよ。残念でした。すごいね。最新式だね。作ったんですか？今、事務所作ったんですか？マイクロコンピューターさんでね。はぁ、さすがだね。はい、どうぞ。いらっしゃいましょうって言ってます。持っていけ、持っていけ、ほら、持っていけ、よいしょ、ほら、どっち、おっしゃー。面白いね、これは。もう一回やんなきゃいけないですね。じゃあ5番でいってみようかな。はい、もう一回。はい、行きます。動いた、動いた。お、行きた。ほら、そうなんですか。こんなにくっついて、ここって親子ですか。親子だったんですね。どちらなんだ。はい、じゃあこっちでもちょっと曇ってるけど、まあいいやね。ちょっと、あ、これもちろん。これ今あのユーストリームね、生で。はい、親子で。オッケー。もうちょっと寄った方が仲良く見えますよ。はい、お父さんとお母さんと娘。いやー、いいねー。あら、いいじゃない。親子で。はい。オッケー。いいね、ここは。みんな、おいしそうに食べてます。食べれば。おー、いや、これがこうならね。これとこれが、この私がこうやって、おー、こうね。はい、二人ここに、ここ鍋囲んで、仕事してるところ、はいはい。いやいや、これがあの、にぎやかな方が、鍋も映してないといけないね。
はい、顔だけこっちで、顔をこっち上げて。おお、にかっ。いやいや、これか、おっ、おお、いいね。最近解像度が高いからカメラもね、細かいだハイビジョンみたいなもんだからね。いやー、いい。なんかもしかしてこの辺でキュッとこうやってるね、止まれとか。やってんじゃない？赤とかグリーンに、あら、一つ前だったね。そうか、この仕掛けは今泉さんに聞かなきゃダメだね。誰の声だろうね。またね。どうもありがとうございました。こっちだよね。よし。お友達が来たみたいよ。一生それなりにこう知恵を出しているんだね。ここだからやっぱり前の日やっておいてほしいよね。これ危ないね。ね、うん、だからそれぞれのさ商店も、うん、自分の家の前くらいはっていう思いあるよね。ここはほらきいや、あのおもてなしの心が伝わるじゃん。こういうところを見るとさ、あのと比べるとね。うんうん、跳躍わかんないな、その辺は。うん、16から4月14まで。お姉ちゃん、まずあのアート先生行きましょう。時間がなくなってるみたいです。行きましょう。それで一通り。お。昨日は昨日で、うん、旦那がいたので、おお。我が家の蛍光灯を全部もう黒くなっちゃって。うん、なんで？こっち変えました。正月でも。正月でもない。なんなかったんだけど。LED に変えたの ？LED 一部ね。うん、LED 変えるんだって器具も変えなきゃいけないでしょ。うん、あのだだだ普通のね、豆電とかね、うん、全部もう全部元気なくなって、うん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 、これで全部昨日変えたら、うん、昨日の夜はめちゃくちゃ前だけは明るすぎるくらい明るくて、暗いとこで私たちいたんだね。ああ。いうくらい世の中が明るくなったんですよ。あ、それはあるよね。うん、もうばあちゃん家も変えて、うん、あの暗いのに慣れてるとそんなもんだと思うけども、明るくするとさ、もう戻れないよね。明るすぎて、うん、ちょっとこんなに違うんだって。お前ちょっと幸せっていきなり言われて、何言ってんのよあなたこそとか言って。そうなんだけどね。うん、昨日それをね家族みんなで、うん、もうやっぱ高いとこ上がってやるからお父さんもいないとあれで。うん、今朝6時にお父さん出てったし。おあなたまた明るいうちに帰ってきてねって。明るいうちに。もうまた走ってるから、うん。だからもうめったに帰ってこないから、そう帰った時に思って。おお、なんかあそこ塀ができてますね。そうなんですよ。へえ。ここでしょ、例のその。そう。交流プラザ。開けてるの何か。うん。でも貸し店舗に貼ってあるけど、まあここも壊すわけだよね、全部ね。これが例のプラザになるわけね。ああ。ホットフードと和田て懐かしいんでしょ、これ。で、沼岡さんと藤野さんの来るのね。おお、あっちまでは入ってないからね。ね、うん。みんな入れてあげればこれ。あ、それもありだよね。帰ってきれいにしかつく。あっちまでね。あ、そういう案が全然なかったよね。か私も中華もみんな入れて。こっからあっちだけの話で、うん、ここはあの2件の話出なかったよね。ね、せば、藤野さんは亡くなっちゃうって困るだろうね。いや、でもその建物に入ればいい。ああ、そうかそうか。アートステーションみたいな。おお、骨格が見えてますね、ほら。よっぽどだったんだね、あの鉄骨の。すごいね。すごいね。すごい建物だ。2階建てとは思えないような鉄骨だね。横にあるから分かんないのね。ああ、なるほどね。結構奥行きあるし、ね。ああ、いい勉強になりましたね、これはプラザ。思いっきりここだけ。まあ、さすが松本さん、ね。輝いてるよね、ここは。ね、もう町のイベントというか、町おこしにはもうほとんど関わってくれてるから。うん、一番意欲的な人だよね、ご夫婦、息子さんも。そう、あ、駅そばコーナーですね。
うん、ここも人気ありますね。タクシーは負ける日は関係ないみたいですね。やったら面白いのにね。その3日間限り乗った人に抽選券を入れればいい。ただそれだけのことだから。ね、別に乗った人が旅人だったりして。減るもんでもないし。おお、坂本冬美来るのかい？去年、おお、積水ハイムスーパーアリーナ、仙台だ。仙台か。あ、こんにちは。どうもどうも。なんとか天気良くなりそうですね。どうもどうも。小川議会議長さんでしたね。お、また出るぞ。おお、こうドア開けっぱなしだよ。やる気十分だよ、俺。水口さん、すごいね。招きベーコン、招き猫がいて。これ意欲的でいいですね。こういうふうに開けてあるというのはね。気持ちが伝わるよね。オルタ、ここも評判がいい店だよね。結構ここはあの市内のお客さん多いんですよ。自然派の人が来ますよね。あの若いシェフと、なかなかいい感じでね。ゆうすけくん、羽沢ゆうすけくんね。下。青森の人とじゃなかったかな。元々から青森でしょ。あ、そっか、そっか。ここは名門お酒屋さんですね。まずあそこで最初の目的を達成してからにしましょう。ね。白くなりましたね。一旦ここであれを聞いて。